声の市民新聞全紙版令和5年9月。皆さんこんにちは。京都市広報課発行声の市民新聞をお届けします。令和5年9月第318号。政策は公益社団法人京都府視覚障害者協会政策協力は朗読ボランティアグループサイズ理解です。では、今月号の主な記事のご案内です。 まずは新型コロナワクチンについてのお知らせに始まり2022年度決算外況。10月1日から大型ごみ収集持ち込みごみの利用がもっと便利に住宅土地統計調査を実施します区役所支所で待たない窓口の取り組み推進中京麻布 9月1日から伝統産業ミュージアムがより魅力的に京都ケルン姉妹都市提携60周年子育て教育の魅力ただいま発信中教えておくれやす生活文化に親しむ秋我が輩とみっけの子ども市民新聞京都市の人口統計啓発 市公式ホームページ LINE アプリ市民新聞についての問い合わせ今日といつでもコール情報ボックス今月はこのような内容でお届けします視覚に障害のある方を対象に展示版、文字拡大版テープ版 c d ジー版も発行問い合わせ広報担当電話 二二二の三零九四、ファックス二一三の零二八六。九月以降に、新型コロナワクチン、秋開始接種が始まります。ここに、接種開始日や、対象、会場などの詳細は。随時ホームページから、ご確認ください、と書かれた。京都市情報館のページにつながる。 二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし。サイト内で。京都市。三零七二八三と検索。二千二十二年度決算概況。今回の決算のポイント。一。市民の皆様のご理解、ご協力により。 二十二年ぶりに赤字から黒字に。二千二十一年度決算。八十五億円の赤字。から。二千二十二年度決算。七十七億円の黒字。百六十二億円の収支改善。二。今後の行財政運営では。 将来に負担を残さない改革をたゆまず実施財政難克服への道筋をより確かなものに過去負債505億円これについては後で解説過去負債505億円はできるだけ早く返済企業立地促進をはじめ市民の皆様の豊かさにつながる 都市の成長戦略を加速させ足腰の強い財政基盤のさらなる強化・安定子育て支援や若者子育て世帯の住む場所働く場所の創出など人口減少対策につながる取り組みを推進分かりやすすく伝えます詳細はこの後に続きます。 2022年度決算外境持続可能な行財政の確立に向けて大きく前進なお金額は外数将来にわたって市民の皆様の暮らしを守るため行財政改革に取り組む京都市今回は昨年度の決算の内容と今後の行財政運営の道筋などについてお伝えします問い合わせ財政室 電話222-3288ファックス222-3283財政用語メモ特別の財源対策と過去負債特別の財源対策交際償還基金将来の借金返済に充てる積立金の取り崩しなどにより赤字補填を行うことこれは将来世代への負担の先送りにつながる例外的手法 過去負債赤字補填のために交際償還基金からこれまで取り崩してきたもの。2021年度に187億円を返済し、今後返済が必要な総額は505億円。過去負債は2038年15年後をめどに高齢化がピークを迎えるまでのできる限り早期に返済。将来世代の負担を軽減します。 一般会計。収支の全体像。歳入総額9621億円。マイナス、歳出総額9464億円。マイナス、翌年度への繰り越し額79億円。イコール77億円の黒字。ポイント。チェック。21年ぶりに特別の財政対策から脱却。 長年の課題であった単年度の赤字を解消。チェック。前年度比162億円の収支改善。質問。77億円の黒字はどのように使われるの答え。京都の持続的な発展に向け、今と未来のために活用していきます。過去負債505億円の返済。若者子育て世代の定住。 移住につながる都市の成長戦略の推進子育て支援等物価高騰への対応など歳入の状況市税や地方交付税などの収入が含まれる一般財源収入は単税力の強化により過去2番目に大きい規模となりました収入を増やすための主な取り組み市税収入前年度比99億円増 市民生活、事業者の下支えや都市の成長戦略の推進などにより、自然収入は過去最高に。主な税収増加の要因。個人市民税、前年度比25億円増。要因、給与所得の伸びによる増。固定資産税、前年度比59億円増。要因、地価上昇に伴う調整措置による増。 宿泊税、前年度比14億円増。要因、宿泊者数の回復に伴う増。また、資税徴収率は99.1%と過去最高となりました。ふるさと納税寄付金、前年度比33億円増。伝統産業の振興等を踏まえ、京都ならではの返礼品の充実などを実施。 寄付受入れ額は大都市、政令市、トップに。寄付受入れ額の推移が棒グラフにしてあります。順に紹介します。2020年度18億円。2021年度62億円。2022年度95億円。2年間で約5.2倍に。歳出の状況。 暮らしに安心、町に活力、未来に責任に重点を置き、必要な施策を推進、また様々な見直しを行い、支出の抑制に努めました。支出を減らすための主な取り組み。人件費の削減。市民の命と暮らしを守るために必要な体制を確保しながら、職員数の削減や働き方改革を徹底。2年間で51億円削減。 職員数、2年間で324人削減。働き方改革、2022年度の残業時間は、2019年度比28%縮減。一口メモ。職員数の削減等による人件費削減とは別に、災害等の緊急時に市民の命と暮らしを守る財源を、臨時的な給与カットなどで捻出。50億円の積み立てが完了。 行政経営の効率化市民サービスを維持しながら町美化事務所の統合や民間ビルにあった執務室の区役所移転などを実施民間ビル矢印市の所有する施設へ移転賃料削減区役所事業の総点検見直し社会情勢の変化に応じて補助金イベントの見直しや使用料手数料の適正化などを実施 独自施策の再構築。経路乗車証制度をはじめとする市独自の施策を将来にわたり維持するために見直しを実施。市民の皆様のご理解、ご協力により見直した財源は主にこれらの政策に使われています。社会福祉費、福祉、子育てなど3382億円。全国トップ水準。 保育所等10年連続学童クラブ事業12年連続で待機児童ゼロを達成全国トップ水準国基準1.3倍の保育士を配置国基準1.3倍とは90人定員の場合全国平均を100万円以上上回る給与水準の確保保険衛生費健康増進ごみ処理など 666億円。大都市、政令市、トップ。人口1万人あたりの保健師人数。大都市平均1.5倍。ゴミ量はピーク時から半分以下。22年連続減少。ピーク時、82万トンから38万トンへ。国が推進する脱酸素先行地域に選定。CO2 排出量、正味ゼロ。 都市建設費686億円防災・減災対策など全国トップ水準5年に一度の大雨に対する整備率他都市平均62%京都市91%防災・減災対策や都市基盤の強化を推進産業・経済費1636億円中小企業振興など事業者を下支えし コロナ禍から着実に回復。47の企業の事業拡大、京都進出を支援。教育文化費1345億円。教育、文化、スポーツ振興など、大都市、政霊市、トップ水準。私立、小、中学校の学力。私立小学校は大都市中1位。 小・中学校の少人数教育を全国に先駆けて実施。ここが聞きたい、京都市財政のあれこれ。決算を受けて、市民の皆様に特にお伝えしたいことを一問一答形式でまとめています。ぜひご一読を。質問。京都市の財政状況は改善されたの答え。大きく改善されましたが、今後も油断はできません。 特別の財源対策なしなど、2022年度で財政状況は大きく改善し、単年度の決算では赤字を解消することができました。一方で、過去負債505億円の返済が必要であること、高齢化による社会福祉関連経費の増加が見込まれること、景気変動の懸念があることなどから、引き続き持続可能な行財政運営に向けた取り組みが重要です。 質問。市の借金についてはどうなっているの答え。市債、市の借金の残高は着実に減らしています。2022年度の一般会計での市債残高は8252億円、前年度比168億円減。また、前会計は1兆5828億円、前年度比281億円減となっています。 文中全会計の注意書きです。一般会計と特別会計、公営企業会計を合わせたもの。ピーク時との比較。一般会計、2008年度、9832億円。矢印、1580億円減16、16%減。2022年度、8252億円。全会計、2002年度、 2兆九百五十七億円。矢印。五千百二十九億円減。二十四パーセント減。2022年度。一兆五千八百二十八億円。ただし、臨時財政対策債。国が返済に責任を持つ借金を除く。公営企業会計。公営企業はお客様からの料金収入をもとに運営する 独立採算性が原則であることから、一般会計とは別会計になるため分けて記載します。シバス・地下鉄事業のポイント。収支は両事業ともに3年連続の赤字。お客様数はコロナ禍前まで戻りきらないが回復傾向。地下鉄は2年前倒しで経営健全化団体から脱却へ。国の支援などもあり、 運賃改定を回避市バスは燃料費や人件費の高騰など不透明な要素もあり運賃改定を見込まざるを得ない状況矢印引き続き経営ビジョンに基づく経営健全化の取り組みを推進一日当たりのお客様数が棒グラフにしてあります順に紹介します2019年度シバス三35万7千人 地下鉄40万人。2020年度、市バス24万8000人。地下鉄26万7000人。2021年度、市バス26万8000人。地下鉄29万5000人。22年度、市バス30万9000人。地下鉄34万8000人。上下水道事業のポイント。 人件費の削減など、経営プランを上回る経費削減を進め、収支は黒字を確保。コロナ禍の影響により、経営プランに比べ、使用水量は減少し、料金、使用量収入も減収が継続。矢印、ライフラインを守るため、効率的な事業運営を進めるとともに、老朽化した排水管の更新や、雨水管線の整備などを積極的に推進。 ここに2022年度決算概況の詳細はホームページで紹介しています。ぜひご覧くださいと書かれた京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館のサイトにアクセスし、サイト内で京都市三一五八九七と検索。10月1日から大型ゴミ収集 持ち込みゴミの利用がもっと便利に。ちょっと待って、それ、まだまだ使えませんかまだ利用できるものを必要な人に譲り、繰り返し使うこと、リユースによってゴミを減らすことができるよ。捨てる前にリユースすることも考えてみてね。ゴミ排出の利便性向上のため、10月1日から大型ゴミ、 の収集申し込みにインターネット受付を導入また持ち込みゴミの受付がインターネットか電話による事前予約制に変更ここではその内容を説明します大型ゴミ収集ゴミを排出するまでの流れ1収集の申し込み必須新 新しくなったこと、インターネット申し込み24時間365日利用可能または電話申し込み変更なし毎日8時半から16時半手数料券をコンビニなどで購入し大型ゴミに貼り付け変更なし矢印2指定場所へ排出変更なし 電話に加え、10月1日からインターネットでの受付を開始します。初めて大型ごみを出す方などは、インターネットでの仮申し込み後、電話での指定場所の確認が必要です。2回目からはインターネットのみで申し込みか。なお対象はホームページを確認。ここに詳細はこちらと書かれた京都市。 情報館のページにつながる。二次元コードがあります。京都市情報館のサイトにアクセスし。サイト内で。京都市。一三一七。と検索。問い合わせ。町美化推進課。電話。二二二の三九五二。ファックス。二一三の四九六一。持ち込みごみ。 ゴミを搬入するまでの流れ「新」「一購入の予約」「必須」「インターネット予約」「24時間365日」「利用可能」「または」「電話予約」「毎日8時半から16時半」「矢印」「二クリーンセンターへ搬入」「変更なし」「現在」 予約なしでクリーンセンターへの持ち込みを受け付けていますが10月1日から事前予約制に変更になります手数料のお支払いが現金に加えクレジットカードや電子マネーなどキャッシュレス決済も可能になりますここに「詳細はこちら」と書かれた京都市情報館のページにつながる 二次元コードがあります。京都市情報館のサイトにアクセスしサイト内で「京都市253022」と検索問い合わせ「施設管理課電話222-3964」「ファックス212-9826」「住宅土地 統計調査を実施します住宅土地統計調査とは5年ごとに全国で実施する住生活に関する調査調査結果は住宅施策のほか子育て世帯や高齢者が暮らしやすい町づくりの研究などに利用されます対象全国で無作為に抽出された約340万世帯 京都市では約4万4千世帯なお統計法に基づいて回答の義務があります調査内容住宅などに関すること住宅の構造建築の時期など世帯に関すること世帯の構成通勤時間など調査の主な流れ9月上旬から開始 ご協力をお願いします。調査員非常勤の公務員が対象世帯を訪問し調査を依頼矢印、インターネット郵送調査員に手渡し対象者が回答方法を選び回答矢印、総務省が全国の回答を集計し結果を ホーームページなどで公表ここに「調査についての詳細はこちら」と書かれた二次元コードがあります「令和5年住宅土地統計調査で検索」「問い合わせ区役所地域力推進室」「区役所支所で待たない窓口の取り組み推進中」 手続きなどのオンライン予約が可能に待ち時間短縮のため手続きやイベントなどのオンライン予約サービスを開始対象となる手続きは順次拡大します現在予約可能な主なもの離乳食講習会犬猫等に関する相談などここにひらがなの らを持ったミッケがいます吹き出し京都市民法律相談は10月19日から電話や来所での予約に加えてオンライン予約を開始するで混雑状況のウェブ配信も8月22日から区役所司書の市民窓口課の混雑状況を ウェブ上で確認できるようになります。ここに。オンライン予約可能な手続き一覧など。詳細はこちらから。と書かれた。京都市情報館のページにつながる。二次元コードがあります。京都市。情報館のサイトにアクセスし。サイト内で。京都市。三一四一一二。と検索。問い合わせ。 地域自治推進室電話222-3048ファックス222-3042京マフ京都国際漫画アニメフェア20239月16日17日9時から17時17日は16時まで会場 宮古メッセ左京区岡崎清正寺町ほか入場前売り各1,600円当日各2,000円小学生以下要保護者同伴は無料ほかここに「詳細はこちら」と書かれた二次元コードがあります。京マフで検索。 今年で12回目となる西日本最大級の漫画アニメの祭典京マフコンテンツ産業の振興やクリエーター支援などを目的に毎年開催していますここでは今年の見どころを紹介ぜひ足をお運びください人気作品の声優などがステージイベントに都メッセと ロームシアター京都で「私の幸せな結婚」や「恵みの醍醐、忠国のオレンジ」等の作品に出演する声優などが登場指定席などの詳細はホームページを確認「おこしやす大使」にも注目ステージでのトークイベントのほか PR 動画など多彩なコンテンツで 京都や京マ府の魅力を発信伊藤健人さんと高橋理恵さんの写真が掲載されています過去最大の出展者数による出展エリア出版社やアニメ制作会社など74もの企業・団体が出店。今話題のスパイ×ファミリーやホリミアピース などの人気作品を扱ったブースも各出展ブースでは作品の PR や物販などを行いますメインビジュアルも要チェック京都芸術デザイン専門学校出身のクリエイターゆうきさんが制作市広報キャラクター「京の司」と地下鉄芝生応援キャラクター「うず萌え」 の躍動感あふれる姿をお見逃しなく今日のつかさの吹き出し京マフ公式オリジナルグッズや NFT アートとしても販売します NFT とはデジタルアートなどの価値を保つための複写できない識別化されたデータのこと幅広い分野と連携した模様子も大学× 京マフ散策マップ関連の催しや漫画などの聖地をまとめた地図を立命館大学と連携して制作・配布します伝統産業ミュージアム×京マフ京マフの開催期間限定で京都の伝統産業とコラボしたワークショップやガチャガチャを実施します 他の会場もチェック。京万歳、漢字で京都の京、日、伴奏の晩、祭り。アニメの作中で流れる劇伴音楽の演奏が映像とともに楽しめる音楽祭。時9月16日14時から18時45分。会場梅小路公園 JR 梅小路。 京都西駅東側料金8800円ほか入場券は e プラスなどで販売中日本が誇る有名アニメ作品の劇伴音楽を手掛けた作曲家が集結問い合わせクリエイティブ産業振興室電話 222-3306WAX 二二二の三三三一。九月一日から伝統産業ミュージアムがより魅力的に。都メッセ地下一階に来てね。京都の伝統産業を広く発信している同ミュージアム。この度より多くの市民や観光客の方に足を運んでいただくため。 展示や企画内容を充実。ここではその内容を紹介します。問い合わせ先、クリエイティブ産業振興室、電話222-3337、ファックス222-3331。その1、展示の充実。漆塗りの自転車など、現代の生活様式に合う 工芸品などを展示するコーナーを新設。京都の伝統産業74品目の常設展示を定期的に入れ替え、何度も訪れたくなる魅力ある施設に。その2、企画内容の充実。西陣織などの匠の技が見られる職人実演を毎日実施。時間はホームページを確認してください。 つかさから一言。この他にも工芸の制作体験を開催し、伝統産業についてより深く学べるようになります。施設はこちら。ぜひお越しください。郵便番号606-8343左京区岡崎聖少寺町9-1宮古メッセ。電話 762-2670ファックス751-1692開館時間は10時から18時入館は17時半までなお8月31日までは9時から17時入館は16時半まで休みはホームページを確認してください観覧料は500円ほか高校生以下和装の方などは無料 なお、8月31日までは全員無料。一口メモ、観覧料の設定、伝統産業を取り巻く環境が厳しい状況にある中、業界を支援するため、同ミュージアムの観覧料を新たに設定。その収入は、職人の支援や工芸品の修繕などに活用します。つかさから一言。 9月中は有料来館者の方にミュージアムショップで利用できる500円分の割引券を申請。また、9月1日から3日には日本酒などが楽しめるブースが登場します。ここに二次元コードがあります。京都市伝統産業ミュージアムで検索してください。京都ケルン。 姉妹都市提携60周年京都市とケルン市は文化交流や親善などを目的とした姉妹都市提携を結んで今年で60周年ここではその交流の経過や記念イベントを紹介します問い合わせ先国際交流共生推進室電話222-3072ファックス 22 2 30ケルン市ってどんなところドイツ西部に位置したライン川流域の商業の中心地京都市と同じように多数の美術館や博物館が集まるアートの街としても有名です世界最大のゴシック建築で2基の戦闘が目印のケルン大聖堂が街のシンボル 市街はカラフルな建物が立ち並び中世の雰囲気が残っていますケルンとの深いつながり1963年姉妹都市提携締結1958年に中日ドイツ大使が入落した際姉妹都市提携の話がありその後京都市長のケルン訪問を機に 本市が提携の意を表明。1963年に姉妹都市提携を締結しました。1972年、記念品交換。京都からは義母子欄館を送り、ケルンからはモザイク飾りが送られました。2003年、芸術家による交流展。40周年。 漁師の芸術家が相互に相手都市を訪問し作品を制作ケルンの教会と京都の寺院でそれぞれ作品展を開催しました60周年を記念したイベントを開催京都でオクトーバーフェストドイツ料理の提供や民族音楽の演奏ほか時9月30日 10月1日、ともに10時から17時。各催しの日時はホームページを確認してください。会場は国際交流会館、地下鉄、ケアゲ駅、2番出口。入場は無料。お申し込みも不要です。ここに二次元コードがあります。京都オクトーバーフェストで検索してください。 ケルンスイーツ機構市内洋菓子店がアレンジしたケルンやドイツにゆかりのある洋菓子の販売販売店舗はホームページを確認してください時10月1日から31日ここに京都市情報館につながる二次元コードがあります京都市情報館につながるサイトにアクセスしサイト内で京都市 316080と検索してください。子育て、教育の魅力、ただいま発信中。つかさから一言。若者、子育て世帯の定住、移住につながる取り組みに力を入れる京都市。市ならではの子育てや教育の魅力を、市内外の方に伝えるために、テレビ CM と、 特設ウェブサイトを制作しました。早速ご紹介します。問い合わせ先、広報担当、電話、222-3094、ファックス21、213-0286。テレビ CM、主に市外在住の方向けに、京都市の充実した子育て、教育環境を紹介する、 30秒の CM を制作。観光や歴史だけではなく、子育て環境も京都の魅力の一つであることを伝える内容となっています。フリーアナウンサーの松尾みどりさんと、元騎手の福永祐一さん夫婦が出演。結婚を機に京都へ移住し、3人の子育てをされています。この CM は、 市公式 YouTube、KBS 京都などでご覧いただけます。松尾さんご夫妻の写真が掲載されています。CM は、子育て編と教育編の2種類。子育て編のワンシーンは、乳幼児親子の相談・交流拠点が全国1位。中京区の子ども未来館で撮影。 乳幼児親子の相談・交流拠点が充実していることを PR するシーンに教育編のワンシーン小・中学校ともに全国トップレベルの学力南区の唐橋小学校で授業風景を撮影 ICT の活用や全国に先駆けた少人数教育の実施を PR するシーンに ICT とは情報推進技術のことです。特設ウェブサイト、ハグクーモ・京都9月1日から公開。京都の子育て、教育環境の強みがぎゅっと詰まった特設ウェブサイトを開設。ちょっとした時間に見ていただける短編動画も続々制作中。順次公開します。 サイトイメージの広告が掲載されています。ここに、それぞれの詳細については、ホームページをご覧くださいと書かれた、京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館のサイトにアクセスし、サイト内で、京都市316090と検索してください。市場アンケート。 教えておくれやす。先月号の感想、応募総数174通。先月の人気記事、京都の子育て。感想、イラストや写真が充実していて、子育て支援の取り組みについてより理解が深まった。暑い時期に室内で遊べる場所も載っていたので参考にしたい。 どのような施策を行っているかは網羅されていたが、それぞれの詳細な内容も掘り下げてほしかった。担当者から一言、京都で子育てしたいと思っていただけるように、今後も全国トップレベルの取り組みを進めます。経路乗車証がさらに使いやすく、10月からどのような制度変更があるか具体的に分かった。 フリーパス証の負担金額ほど利用しないので、有効期限なしの経路・バス回数券ができるのはありがたい。担当者から一言。10月から経路乗車証の利便性が高まります。ぜひご活用ください。厳しい意見もぜひ、今月号の感想をお寄せください。 回答者の中から抽選でスター食堂株式会社によるプレミアムクグロフを10人に認定します。応募方法はハガキかファックスに住所、氏名、年齢、今月号で関心を持った記事、持たなかった記事とその理由を明記して、またはホームページから9月12日必着でご応募ください。郵便番号、 604-8571、住所は不要です。京都市広報担当宛ファックス番号213-0286。なお、いただいた感想は紙面上で紹介する場合があります。ここに二次元コードがあります。市民新聞、教えておくれやすで検索してください。 豪華景品が当たるお年玉企画5月から12月の迷号紙面のどこかに文字を持ったミッケか我が輩、または今日の司が隠れています。12月号のアンケートでその8文字を並び替えて完成した言葉を回答いただくと、抽選で10人に豪華な景品が当たります。 生活文化に親しむ秋京都では葵祭りや祇園祭りなどの伝統行事京料理に代表される食文化門履きや地蔵盆などさまざまな文化が1,000年を超える歴史の中で大切に継承されてきましたその中には暮らしの中で培われてきた生活文化があり これらは生活の中に落ち着きや心地よい緊張感をもたらしてくれます今回茶道や華道など生活文化の一例と催しをご紹介この記事をきっかけに日々の暮らしの中に生活文化を取り入れてみませんか「なぜ今生活文化」「今はまさに 文化庁移転により文化に注目が集まっている時京都市ではこれを契機に10月を中心に生活文化の振興を強化していきます書道登録無形文化財に登録されている書道は筆墨硯紙をはじめ 多様な道具を用いて言語を表現します普段の生活では毛筆で字を書く機会はなかなかありませんが書を鑑賞することから始めてみませんか稼働草木や花を花瓶などに挿す稼働その作品は植物の自然な姿を生かすという考え方は一緒でありながら 流派や目的によって千差万別です草木や花に触れる機会としてまずは季節に合った花などを部屋に飾って日々の生活に取り入れてみませんか食文化各地の自然風土と調和し健康に生きるための先人たちの知恵と経験のたまものである食文化 代表的なものに昨年登録無形文化財に登録された京料理が挙げられます便利で簡単に調理できるものはたくさんありますがだしを取ったり京野菜を使ったり少しだけ丁寧に料理を楽しんでみませんか茶道京都では 千の利休の茶の湯の精神を受け継ぐ茶道が生活文化として育まれてきましたまた茶道の抹茶に対して千茶道も確立され豊かなお茶の文化が息づいていますまずは家でお茶を楽しむことから始めてみませんか茶道は総合芸術 茶道はは単におお茶茶とお菓子をいただくだくけではありません。茶室に入ると床には客人をもてなすための掛物や季節の花が飾られるなど茶道は私たちの暮らしに根付いた生活文化だと感じることができますまた作法やおもてなしの精神も大事な要素の一つ 最近はビジネスの世界でも注目されつつある総合芸術ですお茶室の写真が掲載されていて説明が書かれていますお茶室建物和室お茶を建てる人の前にお茶床の間を背にして客人が座っています客人は 和装客人の前にお菓子床の間には掛物書がお花が生けられています説明終わり体験してみませんかお池茶会時9月23日24日10時半 12時半、14時半、16時半、いずれも約1時間。会場、市役所本庁舎、地下鉄、市役所前駅、上。対象、小学生以上、小学生は保護者同伴。料金、一般1000円、学生500円。 申し込みホームページを確認の上9月7日までに多数抽選ここに二次元コードがあります生活文化に親しむ秋で検索職員の吹き出し大学生など若い担い手による茶会です成長の間では椅子に座る流霊席 竜は立つ、霊は霊儀の霊、席は座席の席で行われるので、星座に不安がある方も楽しめますよ。写真が2枚掲載されています。和室、成長の間、写真終わり。茶会の他にも催しはたくさんあります。10月を中心に、 市内で開催される生活文化に関する展覧会や茶会などの情報を集約しリーフレットや特設ホームページで紹介気になる催しをチェックして行ってみましょうリーフレットイベントや体験などの情報が一覧に入手方法区役所支所などで 9月4日から配布特設ホームページイベントや体験などの情報が絞り込みやすいのはホームページ生活文化に関するコラムも掲載しますここに二次元コードがあります生活文化に親しむ秋で検索 SNS も見逃せない Facebook と Instagram の公式アカウントでも特設ホームページの記事の一部を紹介するほか Instagram ではプレゼント企画も実施します詳細はホームページから職員の吹き出し多様な生活文化に触れられる催しが目白押し是非興味のある催しを探して参加してみてくださいね 問い合わせ文化芸術企画課電話二二二の三一一九ファックス二一三の三一八一以上生活文化に親しむ秋でした我がハイトミッケの子ども市民新聞今月のテーマ今日の下水道 9月10日日、は下水道の日今回は我が輩みっけと一緒に雨水が流れる下水管について学びましょうおやどうやら上下水道局マスコットのミと光が教えに来てくれたようです問い合わせ上下水道局総務課電話672-7810ファックス 六八二の二七一一四コマ漫画ガ一コマ目スミト今日は雨水が流れ込むマンホールの中を特別に紹介するよ一緒に入ってみよう我がハイミッケワアイ二コマ目スミト僕が蓋を開けるから 待っててね。ひかりちゃんにいいところを見せるぞ。我が輩、頼りになるのである。三個豆、隅とマンホールの蓋を開けようとして。あれどうしよう全然開かない。ひかり、もうみっけ、頑張れー 絶対に真似しないでね。四コマ目。光。パカッと蓋を開けて。我が輩、ミッケ、行くよ。雨水はどこに行くのマンホールの中を覗いてみよう。マンホールの蓋を開けて、さらに先には、隅と、 これは下水管の中だよ。地上に降った雨はマンホールを通ってここに流れてくるんだ。我が輩すごく広いのである。ここに工事中の下水管の写真があります。雨が降ったとき町に水が溢れ出さないようにたくさんの水が貯められる下水管大きなものだと 直径6メートルにもなり地下鉄のトンネルと同じくらいの大きさですここには小学校のプール200杯分もの水を貯めることができます下水道についてもっと詳しくなろう「京都マンホールクエスト」時9月10日10時から15時会場 市動物園左京区岡崎法商事長料金要入園料高校生以上750円未就学児は保護者同伴申し込み不要光下水道について学べるデジタルラリーやポケモンが描かれたマンホール蓋ポケ蓋の撮影スポットなど 盛りだくさんみっけ市内のポケフタのパネルが集結するんやってぜひ参加してなみっけお便り待ってるで子ども市民新聞を読んだ感想やもっと知りたいことをホームページで教えてなここに二次元コードがあります。 京都子ども情報館と検索し、子ども市民新聞をクリック。お好きな新聞を選んで、下にスクロールすると、意見募集フォームがあります。京都市の人口統計2023年8月1日時点144万4350人男・男 六十八万二千二百七十一人。女七十六万二千七十九人。世帯数七十四万五千九十五世帯。啓発。夏休み明けは通勤通学に乗じた痴漢や盗撮が多発する恐れがあります。被害を見たらすぐに通報を。 市民新聞の制作費九千九百万円のうち約六割五千八百万円を。広告料収入で賄っています。金額は概算。市民新聞一部あたりの公費負担額は二点六円です。市公式ホームページ京都市情報館で検索。フェイスブック版ツイッター版。 それぞれのページで「公式京都市情報館」で検索「LINE アプリ」で市政情報を気軽に入手「京都市 LINE 公式アカウント」で検索「市民新聞の編集発行に関する問い合わせ」「京都市総合企画局市長公室広報担当」 郵便番号6 0 4の8 5 7 1中京区寺町通りへお行き上がる上本能寺前町488電話2 2 2の3 0 9 4ファックス2 1 3の0 2 8 6市民新聞の配布に関する問い合わせお住まいの区の区役所市所ま町づくり推進担当北区電話 432-1208ファックス441-3282上行区電話441-5040ファックス441-2895左京区電話702-1029ファックス702-1303中行区電話812-2426 ファックス841-8182東山区電話561-9114ファックス541-7755山科区電話592-3088ファックス502-8881下行区電話371-7170ファックス351-4439南区 電話681-3417 671-9653、、ファックス右京区電話861-1264ファックス871-0501西京区電話381-7197ファックス391-0583落斎司書電話332-9318 ファックス332-8187伏見区電話6 1 1 1 1 4 4ファックス6 1 1 0 6 3 4深草支所電話6 4 2 3 2 0 3ファックス6 4 1 0 6 7 2第五支所電話5 7 1 6 1 3 5ファックス5 7 1 2 6 7 3 今日といつでもコール市の手続き、制度、施設、催しに関する申し込み問い合わせにお答えする窓口、年中無休電話661のみなここ3755ファックス661のご用はここ5855受付時間電話8時から21時 ファックス、メール、24時間。おかけ間違いにご注意ください。ここに、詳細はこちらと書かれた二次元コードがあります。今日といつでもコールで検索。情報ボックス。情報ボックスの、催し等に申し込むときの注意。突起がある場合を除く。はがき、ファックス等の記載事項は、1、催し名、コース名等。 2. 複数の開催日、開始日、時間がある場合は希望日、時間。3. 郵便番号、住所。4. 氏名、振り仮名、年齢。5. 電話番号、ファックス番号、メールアドレス。申し込みは、1人1通、1通につき1人、市内在住の方対象。往復はがきの場合は、返信用の表面にも、郵便番号、住所、氏名を。 保育、要約筆記、ヒアリングループ等の有無は問い合わせが必要です。情報ボックスは原則9月5日以降に開催する市が主催、共催の催し等を掲載しています。催しは悪天候、災害等による内容変更の場合があります。文中では所要時間はおよその時間、氏名は継承略です。 一部、障害のある方や、小中学、高校生等への割引、無料を含む、があります。インターネット環境がない方は、問い合わせ先へお尋ねください。オンラインからでも参加できる催しがあります。文中では、オンラインありとお伝えしています。なお、情報ボックスの記事の中で、二次元コードがある箇所では、ここに、 二次元コードがありますと読んでいます。それらの催しをインターネットで検索する場合は、京都市、スペース、見出しで検索してください。その方法で検索できない場合は、施設名や日時、会場などを組み合わせて検索してください。それらの方法で検索できない場合は、問い合わせ先に確認してください。 市の各部署の所在地は、突起のない限り、中行区寺町を行き上がる地下鉄市役所前駅上です。市役所閉庁日は次の通りです。一部を除く。9月は2日土曜、3日日曜、9日土曜、10日日曜、16日土曜、17日日曜、18日月曜、23日土曜、24日日曜、30日土曜です。 10月は、1日日曜、7日土曜、8日日曜、9日月曜、14日土曜、15日日曜、21日土曜、22日日曜、28日土曜、29日日曜です。講座、教室、救命講習、成人や小児、乳児に対する蘇生方法ほか、 なお、各講習の日時、会場、申し込み方法は、ホームページを確認してください。時、10月3日から31日、料金無料。ここに、二次元コードがあります。問い合わせ先、教育管理課、電話68、682-0131、FAX 67、671-1195、 京都アスニー。郵便番号604-8401。中京区、樹落周り松下町9-2。電話812-7222。ファックス803-3017。開館時間は9時から21時。日曜祝日は17時まで。休館は火曜。祝日の場合は翌平日。 お知らせは3つあります。1つ目は、アスニーシネマ。グランドホテル等の上映。時、9月30日、10月21日。各作品の上映日時は、ホームページを確認してください。料金無料、申し込み不要、先着順です。ここに2次元コードがあります。2つ目は、アスニーコンサート。出演。 伊豆原隆バイオリン奏者。時、10月7日、14時から2時間。対象は小学生以上。小学生は保護者同伴。料金、一般1200円。小中学高校生800円ほか。申し込みは、電話で、またはホームページから、9月1日から10月6日に、京都アスニにへ、先着順です。ここに、二次元コードがあります。 三つ目は、アスニーキッズシネマ。漫画、日本昔話等の上映。時、10月14日14時から1時間20分。料金無料、申し込み不要、先着順。アスニー山品。郵便番号60、607-8080、山品区、竹花竹の街道町92。 ラクトシート。電話593-1515、ファックス583-0777。開館時間は9時から21時、日曜祝日は17時まで、休館は第2第4火曜、祝日の場合は翌平日。お知らせは2つあります。どちらも料金無料、申し込み不要、先着順です。1つ目は講演会。 山品周辺と関ヶ原合戦。時、9月13日10時から1時間半。二つ目は、明日に山品ムービー。狐のくれた赤ん坊。時、9月19日10時と14時、それぞれ1時間25分。景観町づくりセンター。郵便番号600-8127。 下行区、梅港町83-1、人町交流館京都、電話354-8701、ファックス354-8704、開館時間は9時から21時、日曜祝日は17時まで、休館は第3火曜、祝日の場合は翌平日。お知らせは2つあります。1つ目は、今日の町づくりし連続講座、 オンラインあり。テーマ、町屋のリノベーション。時、9月8日19時から1時間半。料金、一般1010 10円。学生500円。申し込みは、ホームページを確認の上、9月5日までに、多数の場合抽選です。ここに、二次元コードがあります。二つ目は、今日町屋再生セミナー。オンラインあり。 テーマ、表屋づくりの京町屋。時、9月21日18時半から2時間。料金500円。申し込みはホームページを確認の上、9月18日までに、多数の場合抽選です。ここに二次元コードがあります。ウィングス京都。 郵便番号604-8147中行区三佐山町262電話212-8013ファックス212-7460開館時間は9時から21時日曜祝日は17時まで休館は水曜お知らせは3つあります1つ目は男性のためのコミュニケーション講座 講義やワークショップほかなお各講座の日時会場はホームページを確認してください。時10月8日22日12月3日料金無料申し込みはホームページを確認してください。先着順です。ここに二次元コードがあります。二つ目は男女共同参画講座テーマ LGBT 時 9月26日10時から1時間半。対象は18歳以上。料金無料。申し込みはホームページを確認の上、9月19日までに先着順です。ここに2次元コードがあります。3つ目は、ジェンダー論基礎講座。時、10月14日、11月23日、12月16日連続。それぞれ14時から2時間半。 料金一般5700円25歳以下5200円申し込みはホームページを確認の上10月13日までに先着順ですここに二次元コードがあります消費生活総合センター郵便番号604-8588中行区 西三謀堀川町521電話3 6 6 2 2 5 0クス三3 6 6 2 2 5 9開館時間は9時から17時休館は土曜日曜祝日お知らせは3つありますすべて料金無料です1つ目は消費者力パワーアップセミナーオンラインありテーマ 契約トラブルの事例。時、9月28日、10月4日、それぞれ14時から1時間半。会場、コープー所南ビル。中行区、カラスマ丸田町下がる。申し込みはホームページを確認してください。先着順です。ここに二次元コードがあります。二つ目は、相続遺言セミナー、相談会。 なお、各催しの時間、申し込み方法は、ホームページを確認してください。時、10月3日、会場、ウィングス京都、中京区、東野東院、六角下がる。ここに、二次元コードがあります。三つ目は、不動産鑑定士による、不動産、無料相談、オンラインあり。時、10月6日、10時から16時。 一組30分。会場、ウィングス京都、中京区東の東院六角下がる。申し込みはホームページを確認してください。先着順です。ここに二次元コードがあります。共生社会推進室の事業。電話、222-3096、FAX 366-0139お知らせは2つあります。1つ目は、柳原銀行記念資料館特別展。時、9月27日から10月29日。月、火、祝日は休み。10時から16時半。会場、同館。下行区、河原町、塩麹下がる。料金無料、申し込み不要。関連シンポジウム。 時、10月28日14時から2時間半、会場、世界人権問題研究センター、京都駅東側、京都市立芸術大学、料金無料、申し込み不要、先着順。ここで、ワクワクボイスです。10月1日の京都市立芸術大学と世界人権問題研究センターの移転を記念して開催。 特別展では、レプリカの運流図などを展示します。と紹介している人の写真が掲載されています。二つ目は、ラボール学園の講座、オンラインあり。語学やパソコンの入門ほか、なお、各講座の日時料金はホームページを確認してください。時、10月2日から4月4日。 会場、同学園、中業区市場御前に仕入る、ラボール京都。対象は市内に在住か通勤通学の高校生以上。夜間中学生は参加か。申し込みはホームページを確認の上、9月5日から先着順です。ここに二次元コードがあります。料理教室、オンラインあり。 ここに二次元コードがあります。魚のさばき方や京料理ほかなお各教室の日時料金はホームページを確認時10月3日から27日会場京の食文化ミュージアム味わい館 JR 丹波口駅西側市中央市場対象 中学生以上申し込みホームページを確認の上9月5日から開催日の1週間前に先着順問い合わせ同館電話321-8680ファックス321-8690歴史資料館 郵便番号6 0 2 0 8 6 7上京区松陰町1 3 8 1電話2 4 1 4 3 1 2ファックス2 4 1 4 0 1 2時間9時から17時休み月曜祝日お知らせは2つあります1 講演会『京都と渡来人幡氏』時10月5日18時から1時間半料金1000円申し込み京都いつでもコールに確認の上9月14日までに多数抽選 2, 2講座・古文書を楽しく読もうここに二次元コードがあります。 初級と中級時10月18日から水曜各4回各講座の時間はホームページを確認会会場、職員会館鴨川、中区末丸町。料金各4,000円申し込み京都いつでもコールに確認の上9月5日から20日に多数抽選。 健康・福祉についてです。養保総合支援室の事業電話251-2390ファックス251-2950料金無料申し込み不要お知らせは2つあります1保育園就職フェア民間保育園等の紹介や 就職説明会ほか時9月30日12時から16時会場京都産業会館ホール下京区室町市場南東角京都経済センター対象市内保育園等に保育士看護師などとして就職を希望する方2 保育園認定こども園就職説明会採用情報の紹介や就職相談の受付時10月13日13時半から16時受付は15時半まで会場京都新聞文化ホール地下鉄丸太町駅七番出口対象 保育士調理師等の資格を有するまたは取得見込みの方動物愛護フェスティバル長寿犬猫の飼い主表彰ほか時9月23日11時から16時会場立成広場中京区備前島町ほか 料金無料申し込み不要問い合わせ医療衛生企画課電話222-4271ファックス213-2997難病医療講演相談交流会ここに二次元コードがあります。 重症・筋・無力症や多発性硬化症ほかなお各催しの日時・申し込み方法はホームページを確認時9月10日24日13時半から2時間半会場ハートピア京都中京区烏丸太町下がる対象 難症患者と家族料金無料問い合わせ障害保険福祉推進室電話222-4161ファックス251-2940健康長寿企画課の事業電話 二二二の三四一一。ファックス。二二二の三四一六。お知らせは三つあります。一。世界アルツハイマーデー陰京都。認知症関連の取り組み紹介やスタンプラリーほか。時。九月九日。十時から十五時半。 会場市役所前広場ほか料金無料申し込み不要2マタニティクッキング妊娠中の食事に関する話や調理実習ほか時10月9日11月3日それぞれ18時から2時間会場 今日の食文化ミュージアム味わい館 JR 丹波口駅西側市中央市場対象妊婦とパートナー妊婦一人での参加か料金一人各900円申し込み今日といつでもコールに確認多数抽選3 管理栄養士と学ぶ適園講習会適園は適す塩講話や調理実習ほか時10月29日10時から2時間半会場京都栄養医療専門学校右京区佐賀天龍寺瀬戸川町大正大学生以上 料金500円。申し込み、ホームページを確認の上9月1日から10月7日に先着順ここに2次元コードがあります「腰痛体操」「時」「9月13日20日27日それぞれ11時45分から1時間」「会場」 山品地域体育館山科区ぎつ辻西浦町対象16歳以上1人1回料金各1,000円申し込み問い合わせ9月1日から開催日の前日に同館へ電話595-9705ファックス595-9706へ来所 先着順ストレッチ簡単エクササイズ「時」「9月13日から水曜12回」「14時から1時間」「会場」「障害者スポーツセンター」「左京区高野玉岡町」「料金300円」「申し込み不要」 問い合わせ、同センターへ。電話702-3370 70ファックス702-3372ファミリーサポート事業説明講習会育児の援助を求める方を支援する会員制事業時10月4日 10時20分から7時間半会場下行生き生き市民活動センター下行区塩麹河原町東入対象自宅で子どもの預かり等の育児援助ができる18歳以上高校生は不可料金無料申し込み電話で 9月1日から27日にファミリーサポートセンターへ電話682-6238先着順問い合わせ育成推進課電話746-7610ファックス251-2322長寿健やかセンター 郵便番号600-8127下京区梅湊町83-1人町交流館、京都電話354-8741ファックス354-8742メール sukoyaka.info hito machi-kyoto.jp 時間9時から17時半休み第3火曜祝日の場合は翌平日会場人町交流館京都料金無料お知らせは2つあります1 健,やか講座健康に関する話や体操ほか「時」「9月15日13時半から2時間」「申し込み」「電話かファックス」「メールで」で9月1日から14日に同センターへ先着順」「2」「優しい介護講座」ここに二次元コードがあります。 テーマ「着替えの方法と解除」「時」「10月4日」「13時半から2時間」「対象」「福祉の仕事や資格取得をしていない市内に在住か通勤通学の方」「申し込み」「ホームページを確認の上」「9月1日から27日に先着順 私立病院郵便番号604-8845中京区三部東高田町1-2電話311-5311ファックス311-9862料金無料申し込み不要先着順お知らせは2つあります 1, 1血液がん講座テーマ「若年者に多い血液がん」時9月9日10時半から1時間会場京都経済センター下京区室町市場南東角道2健康教室輝きテーマ「肝疾患の原因と予防」 時九月二十二日十四時半から一時間。心の健康増進センターの事業。電話三一四の零三五五。ファックス三一四の零五零四。お知らせは三つあります。一。今日心ホット電話。 自身により親しい人を失った人等のための相談窓口。専用電話三二一の五五六零心丸二十四時間対応に今日命ホットブックここに二次元コードがあります命の大切さに関する本の展示ほか。 なお、日時会場はホームページを確認「時」「9月1日から30日」「料金無料」「申し込み不要」「3」「ライフ・イン・ライト」「ともしび」「京都」「自殺予防の取り組み紹介」「ほか」「時」「9月8日」「16時から18時」 ゼスト・お池地下鉄市役所前駅横地下街19時から20時市役所前広場料金無料申し込み不要子ども未来館郵便番号604-0883中京区楠木町601-1 電話254-5001ファックス212-9909時間9時から21時日曜祝日は17時まで休み火曜祝日の場合は翌平日料金無料お知らせは3つあります1子育ての井戸端会議 ここに二次元コードがあります。なお各催しの日時対象はホームページを確認「時9月4日から25日申し込み不要」2「2子育て図書館赤ちゃんと絵本の触れ合い会」時「時9月15日10時半から45分」「対象4か月以上 1> 1歳未満の乳児と保護者。申し込み電話で9月1日から同図書館へ電話、先着順。3子育て図書館お楽しみ会時9月24日14時20分から30分対象乳幼児と家族申し込み不要 体験・見学悠々美化パスポート時10時から50分9月7日は二条公園上京区酒税町集合9月14日は仁和寺東側駐車場右京区小室大内集合9月21日は丸山公園東山区 祇園町北側集合「10月5日は深草西浦南公園東端東の端伏見区深草五反田町集合」「料金無料申し込み不要問い合わせ京都いつでもコールへ」「ここでワクワクボイスです」「観光地等を散策しながら美化活動に参加しませんか?」 活動終了後、初回参加時にお渡しするパスポートに応印します。スタンプ10個で記念品をプレゼントします。都市緑化協会の催し、電話561-1350、ファックス561-1675、会場梅小路公園、JR 梅小路 京都西駅東側申し込み不要お知らせが2つあります1藤葉鎌と和の花店時9月23日から10月9日9月25日10月2日は休み9時から17時入園は16時半まで料金200円2 グリーンフェア自然観察会や子ども向けの工作コーナーほか「時9月30日10月1日いずれも10時から16時」「入場無料」「秋の自然観察会」「ビオトープの昆虫や植物」時「時9月17日10時半から1時間」 会場、サステナ京都、伏見区横工事発端だ。料金無料、小学生以下は保護者同伴。申し込み問い合わせ、電話で、9月1日からサステナ京都、電話606-2548、ファックス606-2549、先着順です。市、動物園、 秋の夜間開園。時、9月16日から18日。17時から20時。入園は19時半まで。会場、同園。先送岡崎法商次長。料金、要、入園料。高校生以上、750円。申し込み、不要。問い合わせ、同園へ。電話、 1> 1ファックス市図書館中央図書館中京区丸田町七本松にシール電話802-3133ファックス812-5816右京中央図書館地下鉄渦政天神川駅 2番出口3さ右京電話871-5336ファックス871-5341伏見中央図書館伏見区今町電話622-6700ファックス622-6551第5中央図書館 地下鉄第5駅一番出口パセオ第5路西館電話575-2584ファックス575-2587時間9時半から20時土曜日曜祝日は17時まで休み火曜祝日の場合は翌平日料金無料 中央図書館時赤ちゃん絵本は9月7日21日11時から20分お楽しみ会は9月23日11時から30分申し込み不要先着順です右京中央図書館時お楽しみ会は9月9日14時から20分 「赤ちゃんからのお楽しみ会」は9月11日25日11時から15分申し込み不要先着順です「伏見中央図書館」時「時伏見住吉幼稚園児による絵と時代小説」をテーマにした図書の展示は9月1日から30日「赤ちゃん絵本こんにちは」 9月21日11時から15分申し込み不要第五中央図書館時1動物をテーマにした児童書の展示貸し出し9月1日から30日2認知症をテーマにした図書の展示貸し出し9月11日から30日3 名画上映会ケア人は9月17日13時半から1時間45分申し込み12は不要3は電話かファックスで9月4日から16日に第五中央図書館へ先着順です親子で乗ろう琵琶湖疎水船大津からケアゲ館を運行 乗船のほ四45分の解説あり、時、10月7日から9日、14日、15日、9時、9時15分、12時45分、13時、13時15分、いずれも1時間40分は、大津上下線上、京阪三井寺駅、西側集合、 10時55分、11時10分、14時25分、14時40分、いずれも1時間20分は、けあげ上下線上、地下鉄けあげ駅一番出口集合。対象、小中学生の子供を含む家族。料金、1人各2000円。中学生以下は無料。 申し込み問い合わせ「今日といつでもコール」に確認の上9月7日までに多数抽選です青少年科学センター郵便番号6 1 2の0 0 3 1伏見区深草池之内町13電話6 4 2の1 6 0 1ファックス6 4 2の1 6 0 5 時間9時から17時入場は16時半まで休み木曜祝日の場合は翌平日入場料一般520円中学高校生200円小学生100円お知らせが3つあります1瀬戸口署長の恐竜トークテーマ恐竜の呼吸 時、9月17日11時から30分料金要入場料申し込み不要2市民天体観望会時9月29日19時から2時間対象小学生以上小中学生は保護者同伴料金一般520円中学高校生200円 小学生100円。申し込み「京都いつでもコール」に確認の上9月5日から12日に多数抽選です。3自然観察教室稲荷山できのこの採集観察ほか時10月15日9時半から6時間伏見稲荷大社表参道鳥居した。 伏見区稲荷御前町集合対象小学4年生以上小学生は保護者同伴料金200円申し込み京都いつでもコールに確認の上9月6日から13日に多数抽選です自然大好きフェスティバル木工教室や陶芸ほか時 10月28日10時から16時会場花瀬山の家先送花瀬別所長料金高校生以上2000円3歳から中学生は1000円中学生以下は保護者同伴申し込みホームページを確認の上9月25日までに必着多数抽選です ここに二次元コードがあります。「問い合わせ山の家」「電話7 4 6 0 7 1 7ファックス」「7 4 6 0 3 9 2スポーツ」「運動」「ハンナリーズバスケットボール教室」「時」「9月13日20日27日」1「118時」2「2 19時半、いずれも1時間20分会場宝ヶ池公園運動施設地下鉄松ヶ崎駅2番出口対象1小学1年生から3年生2小学4年生から6年生料金各1,100円申し込み問い合わせ電話で 開催日の前日までに、宝ヶ池公園体育館、電話746-3222、FAX703-9300、先着順です。京都マラソンのボランティアを募集、ランナー受付やコース設営ほか、時、1、団体、個人は2月15日から18日のうち、 1>, 1から4日2家族は2月18日対象115歳以上中学生は不可2小学5年から中学生と保護者その他要件あり申し込みホームページから8月21日から10月13日に筆着ここに2次元コードがあります 問い合わせ市民スポーツ振興室電話222-3138ファックス213-3367第五地域体育館郵便番号601-1375伏見区第五高畑町30-1パセオ第五路西館電話 575-2582ファックス575-2583対象16歳以上料金各1000円申し込み同館に申し込み方法を確認の上9月1日から開催日の前日に先着順です1ピラティス時9月12日 19日26日18時20分から1時間。にハワイアンフラ時9月13日20日27日18時15分から1時間東山地域体育館ピラテス1日体験時9月14日21日 28日9時半1時間会場同館東山区清水5丁目対象16歳以上1人1回料金各1000円申し込み問い合わせ電話で9月1日から開催日の前日に同館電話 ファックス561-1377先着順右京地域体育館ハワイアンフラ一日体験時9月13日20日27日10時15分1時間会場道館地下鉄渦正天神川駅 2番出口三さ右京対象16歳以上1人1回料金各1000円申し込み問い合わせ電話で9月1日から開催日の前日に同感電話882-3388 88ファックス882-4433先着順苦手克服 水の走り方教室「時9月17日18日19時半21時1時間15分」「会場京都アクアリーナ右京区西京国総合運動公園」「対象14歳以上の未就学児」2「2 小学1年から3年生要保護者同伴料金各1400円申し込み問い合わせ電話で9月4日から16日にアクアリーナ電話3 1 5 4 8 0 0ックス3、3 1 5 4 5 8 2先着順 市スポーツ協会の催し電話3 1 5 4 5 6 1クス三3 1 5 4 5 2 1休み土曜日曜祝日1スポーツ心理学講座時9月22日18時半1時間半会場 京都工科女子大学徳風館右京区西京極門野町対象16歳以上料金一般500円学生300円申し込みホームページを確認の上9月7日までに多数抽選ここに二次元コードがあります2 市民総合体育大会1・薙刀2・剣道出場者を募集なお各種目の対象料金申し込み方法は区役所司書等で配布中のリーフレットを確認時10月1・14日8時半3時間半2・ 15日8時半7時間半会場武道センター左京区正午院遠富町市民スポーツ振興会の事業電話2 2 2 3 1 3 4ックス2 1 3 3 3 6 7 1サッカー J1 リーグ 京サンガ FC 対サンフレッチェ広島時9月23日19時会場サンガスタジアム JR 亀岡駅北側料金一般前売り2600円から1万1000円当日3100円から1万1500円小中学高校生前売り900円から1万1000円 当日円円から1万 1, 円なお入場券は J リーグチケットで9月9日から販売。2市民スポーツフェスティバル親子 400m ジョギング時11月3日12時35分会場竹菱スタジアム京都右京区西京国総合運動公園大正 市内に在住か通勤通学の方と5歳から小学3年生料金無料申し込みホームページから10月18日までに先着順ここに二次元コードがあります芸術文化消防と図画を募集対象市内に在住か 通学・通園等の3歳から小学生2023年4月2日時点申し込みホームページを確認の上9月1日から22日に問い合わせ消防団自主防災推進室電話 212-6696WAX212-6958 ここに二次元コードがあります。企画展京都の学校と伝統工芸時9月14日から10月15日11月2日から12月17日水曜祝日の場合は翌平日は休み9時から17時会場 学校歴史博物館下京区五湖町仏光寺下がる料金要入館料一般400円小中学生高校生150円申し込み不要問い合わせ同館電話344-1305 ファックス344-1327井田幸正展パンタレイ世界が存在する限り時9月30日から12月3日月曜は休み祝日を除く10時から18時入場は17時半まで会場京都市京セラ美術館 佐教区岡崎猿翔次長料金一般1,800円高校大学生1,500円前売りは各200円引き問い合わせ同館電話771-4334ファックス761-0444七五三参り時11月 「11, 日11時から12時会場平安神宮左京区岡崎西天王町対象七五三にあたる子どもと保護者子どもは要着物着用料金無料申し込み京都織物卸商業組合電話三五三の1010に申し込み方法を確認の上」 9月1日から30日に決心有効多数抽選問い合わせクリエイティブ産業振興室電話222-3337ファックス222-3331市民創造ステージの出演者を募集時2月23日13時半から16時 一組20分会場、北文化会館地下鉄北大路駅一番出口対象、市内に居住または活動拠点がある音楽団体か個人その他、要件あり参加費、1団体5000円申し込み、ホームページを確認の上9月16日から10月16日に必着。 多数抽選問い合わせ同館、電話4 9 3 0 5 6 7クス四4 9 3 0 6 0 7ここに二次元コードがあります「市交響楽団定期演奏会曲目ブルックナー交響曲第4番ほか時11月25日14時半」 2時間、会場、京都コンサートホール、地下鉄北山駅13番出口、対象、小学生以上、料金2000円から5500円、入場券は同ホール等で9月23日から販売、問い合わせ、同楽団、電話22、222-0347、ファックス222-0332、 小学生アイデア展子供が考えた動くおもちゃの展示時9月23日24日10時から16時会場堀川お池ギャラリー中京区お池堀川東る京都堀川音楽高校料金無料申し込み不要問い合わせ 学校指導課電話222-3806ファックス231-3117ロームシアター京都郵便番号606-8342左京区岡崎西松次長13電話771-6051 ファックス746-33661シアターライブラリー時10月12日から16日10時から20時料金19歳以上100円申し込み不要ワクワクボイスです劇場と図書館を融合した空間が 同シアターに登場、本を読むパフォーマンスを見るトークに参加するなどさまざまな過ごし方ができますぜひお越しください 2i nkink リミトリスパパイオアヌー振付家による公演時1月18日19日 19時20日、21日、14時、1時間5分、対象、小学生以上、小学生は保護者同伴、料金、一般5000円から6000円、25歳以下、3000円、18歳以下、1000円、入場券は同シアター等で9月23日から販売。 京都につながる世界歴史都市絵本展スリランカの絵本や書籍などの展示時9月1日から29日休み月曜祝日の場合は翌平日9時半から17時会場国際交流会館地下鉄ケアゲ駅2番出口 料金無料申し込み不要問い合わせ同館、電話7 5 2 1 1 8 7ッ a x 7 5 2 3 5 1 0ニュイ・ブランシュ・京都ダンスなどのパフォーマンスや作品の展示ほかなお各催しの日時 会場、料金はホームページを確認ここに二次元コードがあります時9月30日から10月28日申し込み不要問い合わせ国際交流強制推進室電話 222-3072WAX222-3055 ここにニューイーブランシュ京都演奏中の写真があります。京都コンサートホール郵便番号六零六の零八二三佐京区下鴨半吉町一の二十六電話七一一の三二三一ファックス 休み第1第3月曜祝日の場合は翌平日対象小,小学生以上まず1京都シンフォニエッタ市交響楽団員による演奏時10月15日14時から2時間料金 一般 3, 円22歳以下の学生と70歳以上は2500円入場券は同ホールで販売中2プーランク没後60年記念公演出演ピアニストパスカル・ロジェほか時10月21日 15時から2時間料金一般5000円30歳以下2500円入場券は同ホール等で販売中3ピアノリサイタル出演シモンネーリング時10月28日14時から2時間料金5000円 入場券は同ホール等で販売中。次はその他のお知らせです。人権総合情報誌、京カラーを発行。映像プロデューサー国山ハセンのインタビュー、ほか。入手方法、区役所、司書等で配布中。 問い合わせ、共生社会推進室、電話222-3096、ファックス366-0139。ここに、強カラーの用紙が掲載されています。誰もが安心して育休を取れるように、と大きくあります。 市営住宅入居者を募集入居予定11月下旬から12月上旬募集数1一般31個単身者16個子育て世帯17個2障害者12個車椅子12個ほか 申し込みホームページを確認の上9月1日から1は11日2は8日までに「筆着、多数抽選」ここに二次元コードがあります問い合わせ住宅・供給公社電話2 2 3 2 1 4 2 f a x 2 5 6 2 1 2 「ドイツディナーの日」時「時9月22日18時から2時間」「会場歌のユースホステル右京区うずまさ中山町」「料金1500円」「申し込みホームページを確認の上9月1日から 先着順ここに2次元コードがあります「問い合わせ」「当ホステル」「電話」「4 6 2の2 2 8 8ファックス」「4 6 2の2 2 8 9都市計画案の縦覧洛南新都中央部地区と洛西ニュータウンの 都市計画見直しや地区計画変更。時9月19日から10月3日。8時45分から12時及び13時から17時半。会場都市計画課料金無料。申し込み不要。問い合わせどうか。電話 ファックス222の3472本出リング時9月18日10時から12時半及び13時半から16時会場都エコロジーセンター伏見区深草池内町 料金無料申し込み不要問い合わせ同センター電話641-0911ファックス641-0912ワクワクポイスです蔵書のうち古くなった本や雑誌を先着順で1人3冊までお譲りします 亡くなり次第終了となりますのでお早めに高齢期の住まいの無料相談会住み替え等に関する相談ほか時9月26日14時から18時一組30分会場人町交流館京都 下京区河原町五条下がる東側対象60歳以上の方と家族申し込みホームページを確認の上9月1日から21日に「1着」「先着順」ここに二次元コードがあります「問い合わせ都安心住まいセンター電話7 4 4 1 3 1 5 ファックス七四四の一六三七。空き家相談員による。不動産無料相談。十月。時。十三時半。十四時二十分。十五時十分から。四十分。三日は。上行、左行、中行。山科の区役所と。 落西深草第五支所5日は北下京右京伏見の区役所申し込み問い合わせ京都イステモコールに確認の上9月1日から開催日の5日前に先着順「生徒指導課の授業」 電話213-5622ファックス213-5237まず1プラネットクラブ葉脈のしおり作り時9月27日10時から6時間会場フリースクール惑星学校左京区岩倉長谷町対象 不登校状態かその傾向にある市内在住または一律学校在籍の小中学生料金500円申し込みホームページを確認の上9月25日までに筆着多数抽選ここに二次元コードがあります2「暗用ほのぼのワークショップ」 オンンラインあり、専門家による学習会時9月21日及び10月19日12時から2時間会場ギャラリー・高画社北区紫の下取田町対象不登校状態かその傾向にある市内在住または一律学校在籍の 小中学生高校生の保護者料金無料申し込みホームページを確認の上開催日の前日までに多数抽選ここに2次元コードがあります3キラキラボクシング時9月27日18時から2時間 会場本橋プロボクシングジム山科区公細田町対象・不登校状態かその傾向にある市内在住または一律学校在籍の小中学生・高校生料金・高校生2000円小中学生1600円申し込み・ホームページを確認の上9月22日までに 一着多数抽選。ここに二次元コードがあります。これで声の市民新聞を終わります。令和五年九月第三百十八号。政策は公益社団法人京都府資格障害者協会。政策協力は朗読ボランティアグループサイズ会の。富江緑川中西村上。 長井浅井小足藤田岸本松本でしたなお声の市民新聞についてのご意見やお問い合わせは京都市広報課「電話222-3094」へお寄せくださいそれでは皆さん来月号までさようなら